皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。地震に際して、ツイッターは非常に有効な情報源になる一方、悪質なデマが出回る危険性もありますので、くれぐれも拡散をしないように、そういうものを見つけたら通報するように、ぜひね、気をつけていただきたいなと。2021年2月13日に起きたマグニチュード 7.1、福島県沖の地震に際してもですね、なんと福島の井戸に毒を投げ込んだという、とんでもないデマが流れています。これこういう悪質なデマを流すと逮捕されますからね。これ実際に熊本地震の時に、動物園からライオンが放たれたという嘘の投稿、をした方は、逮捕されてます。なので悪質なデマというのは、いくら匿名だろうが、いくらねネットでツイッターだろうがバレますから、悪質なデマをの投稿をしない、それからそうしたものを鵜呑みにしない、拡散しないということをね、ぜひ気をつけていただきたいなと。で、まあ、特に今画像なんかをうまく補正して、ね、さもライオンがこう逃げたかったようなみたいな嘘の写真とかを使うみたいな非常にね巧妙な形 にやったりもしてますので、まあ、基本的に今ツイッターなんかもそうですけれども、匿名のアカウントはまず信じない方がいいっていうのはありますし、ね、大きなメディアが報道してるとかっていうんだったら信憑性がありますし、あとはその投稿主が普段からどんな投稿をしているのか、ね、いつもまともな投稿をしている人だったらいいですけれども、そういうやっぱ変な投稿をする人ってやっぱり毎回おかしな発言をしていると思うので、ぜひですね、情報を鵜呑みにせず、デマを拡散しない、それからデマを投稿しない、ぜひ、地震の際にはですね、ツイッターを有効な情報源にするために、デマの拡散とかデマの投稿にはぜひ注意をしていただきたいなと思います。